日もご視聴ありがとうございます。今回もスマブラ冬打ち全摘勝負けましたちょおい、刹那の見切りすぎるやろ。今ゴーで隠れてる中電光石火で突っ込んだのに当てられたんだけど。手花をくじかれましたが、コンボ火力でリード。このまま復帰阻止でエキスト狙う。あ、やばいかも。あぶねー、電光石火とハイドロポップが噛み合ったら事故るんだよ。どっから声出してるの。いい感じにダメージ稼げたので電撃でジャンプを誘って、いえ、オッケー。ここはあと隙にメテオ。いや、もしか。惜しい。あ、2回目です、ごめんなさい。うおー、ごめん、許して。ありがとう。感謝します。対空ウエスマとかやりたいんだけどね、間に合わないんだよな、電撃から。ほらこれ、今みたいに電撃に当たって邪魔されることも多いな。はくそ。反射神経おじいちゃん。倒せたからよし。いや、届かんか。腕が短い。来いよ本当に来ちゃうやつがあるか。さっきの月光河です。スマブラやめます。ああ、やめちゃった。お、フォックスだ。なんか今日よりどり緑ですね。いろんなキャラとやれるのいいね。ジャンプしない。おし、ジェイク読みの雷が的中。当たらんけどな。ブラスターはしゃがめば当たりません。いいんだぜこのまま7分経過してもよ。平成フォックスどうすんだよ。俺はいいんだぜこのまま7分経過して。相手は良くないみたいです。おい、こっちかな。え、なんか読み合いが3周ぐらい回ってた今の。多すぎん。最近また増えた気がする。なんだこのキャラクター。任天堂のキャラはどこへ。あまりにも出会いすぎなんだが。ちょっと待って、事故った。え、ジャンプライ。相手が事故った。いや、今さすがにジャンプあった気したんだけど。こういう事故は流れを大きく呼び寄せてくれます。普段人に即死コンボしてるのに即死コンボされる気分はどうだい。切ります。何回来てました。これもアルルのカゴのおかげです。このカゴがあれば今後ピカチュウは安泰です。ありがとうございますアルル様。あうわ、待って、オブラ。アルル様力を。ただ回避したくなる。そっちに行くんだ。回避してくると思ったのに。けどこれはルートがないので。リップでこんないろんなキャラ当たるの珍しい。そんなんやってる。あ、終わったこれ。ここまで行くとフォトンエッジしかできないので。はいかわいそう。でもね、対光はね。あ、じゃあ別のやり方で。俺だったらな。しゃあねえ、ホムラ行けみたいな出し方している。ホムラ出される。これジャンプなくない。いやー、回避するんか。そっかそっかそっか、そうだよね。そういうの枯れるようにならなきゃね、いけないよね。あ、終わった。あ、切断された。戦闘力もらえるときこれでもらえなくなる。宇宙きれい。うわー、やめろー、巻き込むなお前。鉄人来た。いいね、この初期キャラ、初期カラー対決いいよな。自分がデフォルトのカラー使ってるからなんだけど。あんま HP カラー対決って見ないから逆に新鮮でいいね。あぶね、今弱連打されてたら。たまにな、デデデこういう抜け方するんだよな、2連チャンで。めくってる。あれデデデ相手めくれないか。これピカチュウ豆奇跡です。これね、一応 DA 崖端だったらめくれるんだよ。崖で相手が後ろに下がらないから、ピカチュウの勢いがそのまま乗ってめくれます。行くかな、重っ。よいしょ、デデデでかいな。今回避上がりでもやっぱ当たってたな。あ、おお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 、珍しい。それこそもらえるんじゃねこれ。あー、なんか強そう。戦場はまずいっす。戦場のゼロサム強そう。え、こいつ弱って1フレだっけ確か。今の割り込めないのやばくね。ガーキャン空母で無理なら何も反撃ないから回避しかできないね。あ、メテオだったね今。あ、よいー。どうしようかな。誰か助けて。こうかな。助かりました。助かったら即反撃。これフリップにメテオ電撃
飛んでくるところにガーキャン、ここジャンプ潰す、下を DA、 これジャンプ潰す、あー空下マジで俺当たりすぎなんだよな。え、ちょあのさ、それ割り込んでくんのやばいって。この逆暴れほんと強い。え、死ぬこれ。おー、そんな飛ぶんだ。こっちの連携割り込んでくるのやばいな。攻撃されて固められてる時はまだわかるんだけど、こっちが攻撃して固めてる時に割り込まれるのビビる。クソ、分かってたのに。よいしょ。なんかダッシュから上スマ通る気がしたのでダッシュ上スマ。突然のダッシュからの、あぶねー、あぶねー、いや死んでたでしょ当たったら。ドン、ほい。あー、そっち、おー、うまいけど届かんね。言ったことが半分かな男。なんか嫌だな。ちょっと嫌やな。下スマと上スマの使い分けってどうしたらいいですか。下スマが横に飛んでさ、上スマが上に飛ぶわけやん。だ横の崖、この辺で捕まえた時は下スマの方がこの横のバーストラインに近いから撃墜しやすい。逆に中央とかだと多分 130% でもバーストしないけど、上スマだったらバーストするみたいな使い分け。きたー。ズーンのガノン。まだガノンも多いな。よし、頭出てる。頭身の高いキャラは頭が出やすいので出た場所にクエムを当てるとこうやって攻撃できます。電撃で崖上がりを誘ってその場上がりに投げ。チベクは確定です。確定しなかったです。嘘かい。嘘つきました完全に。あー、すごい痛い当たり方したね。これは美味しいやつ。いい場所とパーセントで掴めた。おー、めっちゃ美味しいやつ。これが令和のスマブラだ。これ全キャラにできるようにならないとな。人間卒業です。それ今の明確に即死では 0% から始まり撃墜までいけたのでしっかり即死でした。おせっか。シャルウィーダン。当たったら死ぬぞ、当たったら死ぬぞ、当たったら死ぬぞ。こっちが死にそうです。やべ、当てらんない。ミスったー。オッケー、帰れないでしょ。流れゲーやの。キンクルドンキーより、いや、さすがにドンキーキンクルのがコンボフードかな。リュウ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 。接近戦。接近戦はどうした。初手波動拳。接近戦しかないけど、とりあえず初手は波動拳。じゃあこっちは接近戦だ。竜巻、竜巻帰ってこれるんだよね、これ。うまっ。いて。竜巻当たったんだけど、これは横スマッシュです。え、何？なんかすごく見られている。すごく見られている。これ D や。オッケー。いいよ。壊し当たらなければまあまあまあ。死ぬことは基本的にない。これ。ああ、そっちに飛ぶか。今うちに飛んでくれたら雷当たってたんだよ。うちに飛ばせればピカチュウと縦軸が一緒だったから雷で撃墜を狙えてた。ヒット確認ゲロムズ。ドンドンドン。ブチン。あー、無理か。え、短い。オッケー。まあそっちに飛ぶよね。オッケー。まあそっちに飛ぶよね。これはもう帰ってこれなくね。竜巻に対して竜巻、これ飛び込んでくれ。そうだよね、勝てる。あれは判定勝ちできる。ピカチュウの食う前は上方向が異常に判定強いです。ごめん嘘ついたかも。この間約5秒。動くね、この人。避けます。これ実はしゃがんで避けれます。しゃがんでね。ドンドン。これこっちですわ。オッケー。タミスマもうすぐ終わっちゃう。いつ終わんの、そもそもタミスマって。最後くらい出てもいいかなとは思うんだけど。スマブラのガチ勢やめてからしばらく出てないけど、最後はできれば出たいもんだね。スマブラをガチるきっかけでもあったしな。今日もなんか昼間にタミスマやってたの、決勝戦のなんかツイート見て気づいたもん。うお、空か、久々に見たわ。今回の動画はすごいいろんなキャラたち出てくるな。空もちょっと癖あるキャラだからなかなか使ってる人見なくなったね。よいしょよいしょ。はい、ここおしゃれ弱ポイント。よいしょ、もう一丁。最悪。あ、ありがとうございます、助けてもらいました。ありがとうございます、ありがとうございます。助けていただいたあの時のネズミです。ありがとうございます。お礼に私の毛でマフラー編みますね。ネズミもマフラー。全部メテオで終わりそうだなこれ。
あ、やべえ、外れちゃったけど大丈夫、そこには空がいるから助けていただいた。おーはーい、おーい、そのウェビースカスカすぎるよ。自分で使ってた時も思ったけどさ、突っ込もうと思った。あー、やばいかも、あーやばいかも、あ死んだかも、いや受け身取れるかも、あ死んだかも、つらい。これゲロ吐きカードなんだよね。あんまり目立ってないけど、アイクピカっていうカード、どっちも数が少ないから目立たないけど、個人的に嫌な対戦カードです。えすごい繋がり方した。いやー今のベク編的に繋がらないな。あー惜しい、あー着地しちゃった。ほら当たりに行く、でこれ狙撃してここに当てるとうまい、うまいよ、いいよピカチュウ。あ死ぬけど、このアイクノク N クーを確定です。何当たっても死ぬ、全て避け続けて相手を倒せばいいんだよ。もう世界取れちゃうよそれ、危ないよ。ケロピカチュウ内ベクしたら倒せたな今。ここ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 ディエ抜けてもめっちゃ根元だったね今。おかげでなんかすっぽ抜けた。あー強い、置き技として優秀。よし、せっかく掛け奪いして それなんか多分日本語翻訳したらそうなったんだろうね。多分ローマ字で死ねって書いたんだと思う。 Google 翻訳突っ込んだでしょそれ。おお、新潟、新潟が行ったことないな。何があるのかもわからん、どこにあるのかもわからん、それは知っとけよ。え、なんか俺が吸い込まれたんだけど。あ、これ危ないやつ、お危ない死んだかと思ったわ今。短い。あ、さあということで雑談タイム行きましょうか。ちょっとトイレ行ってきますね。今日の主食来た、美味しいです。今日の主食美味しいです、痛いです。お、よく受け身取ったね今。おい行くでしょ、いや表さすが危なーいあと数センチ高かったら、あはい、じゃあ雑談タイム行きましょうか。ジャスガのコツとかってありますか。ジャスガのコツね、なんか相手の折り際にジャスガする、こうやって。できてませんよ、これ無理やった、忘れて。俺多分ジャスガのコツとか答えらんない人なんだと思う。見てる、あれ見てるだけだったわ。オッケー、楽だねこれ、引き起こすのは難しいからな。妥協しちゃ、あ、あっ、その吸い込み、回り込むぜ、先回りして空へからの雷、外へ行くのを逆手に取って空へ当てて復帰に雷を合わせる。そんな吸い込もうとするから。俺ね、だいたい負けるときウィフィットに負けるんだよね、ビッグ。ちょっと待って、ラグい、負ける要素てんこ盛りです。あれ気のせいか、めっちゃラグかった気した。え、わかんねえ、どっちだろう、ちょ、わかんないわ、だから若干もっさり気味。いてー、出たフィットレー使い、みんなやるらしい回避上がり横強。いや、ラグいね、やっぱこれ。よいしょー、崖メテオにならないのか今の。あ、最悪、2回目ですこれ。あー、うわあれこれリズム体操や。あ、おほー、いやダメだ、コンボ、コンボができないけど、だいぶラグに慣れてきたぞ。こびすぎー、あーわー、いや待って、勝つ、なんだなんか噛み合った。一応不可の電撃は転ぶ性質持ってます。たまにダウンするんだよねピカチュウの電撃、これ直接当てた。あ、来てます、いや勝つ、絶対勝つ。
いい場所で掴んだ。ここで空上をうまく使えば。しゃ！月水まで行ける。はい、ということで今回は空上大活躍会でした。